お。はいはい。そしてこの後の雨の予想をご覧いただきます。耳がね、雨雲は全体に東へと移動していきます。ですので埼玉の雨雲は茨城方面に進むんですけれども、山梨方面にあった雨雲はこれから東京の都心の方向に向かって進んでいきます。